ばんは。こんばんは。今回は特別なメリークリスマス会ということでございまして、皆さん、はい、特別メリークリスマス会ですね。ジンゴーベールな感じでございますよ。あれ、さっき収録前に言ってたね、歌うってやつはそこで入ってくるんですね。ああ、そう歌ったりもするんですよ。このマライア・キャリーが出てくるかなって、ね、本当ミュージカルになったりする、うん、私たち次第それはそう、盛り上がり次第、世界は私たち次第。そう、そうなわけ。このポッドキャスト始めるときにさ、深尾ちゃんとこうやってさ、俺らポッドキャスト始めるねってとこうやって、ね、世界はまだわからないように、私たちがこの雲の下で何をこうプランしてるか、へーへーみたいな。ああ、世間はね、まだ知らんぞと。世間はまだ知らんけど、ここの雲の下の中で動いてるぜ、いろいろとプランが進んでいるぜみたいな、ね。どんくらいかかったっけね、準備ね。あんまかかんなかったべ。1ヶ月ぐらいから言っても話し始めたの。うん、そうだね。そう。ということで、メリークリスマスだよ。メリークリスマス。2022年のあともう何日かで終わるぜっていうところだし、メリークリスマスだし。ということで、今回はクリスマスの話するぜ。ああ、ちょっと。お前、テスト見て、この野郎。中学生男子みたいな動きやめろ。クリスマスの話。そうだね。そんなカッコつけてるのにするの、クリスマスの話だけどね。そうだね、クリスマス。クリスマスといえばですよ、カホさん。何？アメリカ初めて来ました。クリスマス、ブーってもう。すごっってならんかった。でもあなた多分余計よ。あなたのさ、だってメインランドのクリスマスとここのクリスマス違うじゃない。ああ、そっか、そうなんか。ああ、そっかそっか。ハワイのクリスマスはだって全然クリスマスの感じしないもん。え、カナダ行った時とかクリスマスなんだ。カナダは最高でしたよ。だってクリスマスマーケットとかあったしさ。ああ、オッケーオッケーオッケー。超楽しかったよ、カナダのクリスマス。でもさ、ハワイのさ、クリスマス全部さ、可愛くない？なんか、サンタなんだけど、サーフィン乗ってるとかさ。かわいいと思って、私はなんかクリスマスツリーじゃなくってポームツリーでさとかさ、どうでもいい。なんで私たちはこっち来てなんかそれ見た時に、あさすがそうだよね、ハワイだもんね、はぁーと思って、どうでもいい。私はクリスマスマーケットでホットワインを飲みたいな。あとアップルサイダーな、あったけえやつな。そう、寒いね。それもいいんだよ、ソーセージとか食べたいし。あ、はい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 、それもさ、寒さが欲しいの。そうなのに、何よこれ。ダウンタウンでちょっとイルミネーションがすごいからって別に大したことないじゃん。まあ全国的に見るとな。だけど、まあみんなクリスマススピリッツがあるわけよ。まあそうですね。そうだって、ライトニングすごいぜみんな。あ、家ね、家のライトすごいよ。家燃えんじゃねえのここっていうね。ディーンディーン。でもさ、ハイウェイから乗っててさ、ほらクリスマスになるとみんなお家こうやってデコレーションするじゃん、もうなんかものすげえさ、火焚きまくってさ、火じゃねえな、ライト焚きまくってさあれ火ついたら家燃えるでっていうぐらいボンボンやってるとこあるじゃん。あれ電気代すごいんじゃない。すごいよね。特に今年なんて電気代やばいじゃない。電気代ほんとやばい、最近やばい、ね、マジで本当に減るんじゃない、そういう人たちね。えだって1月に来た請求、オーマイゴーみたいな感じなんじゃない。そうよね、絶対そうよ。クリスマススピリッツですよ。うんとね、私が一番初めのクリスマスはね、旦那と付き合った年かな、初めて、うんとね、うちの旦那はワシントン州出身なんだけど、そこに行って、で、クリスマスとお正月を クリスマス一緒に過ごしたんだわ、その家族と一緒に。うん、で、その時にもうさ、盛り上げ方という、日本に行った時のクリスマスと全然違うからさ、うん、もうなんかもうね、エブリメネッツ楽しかったわけ。あ、そうやね。全部覚えてるし、もうオールアバウトファミリーだからね。ね、もう本当にもうみんなのさ、このもう違うねね、雰囲気がね、もうやばい。あのね、若い子だけのクリスマスとかじゃないもん。もうお母さんもお父さんもおじいちゃんもおばちゃんもおじいちゃんもおばあちゃんもみんなだからね。おじいちゃんとおばあちゃんの気合もマジやばいから、もう目がその日覚めた瞬間からもうクリスマスが始まってんだよ ね、 もうね。そうそうそう、もうさ、クリスマスディナーの準備4日前とかから始めるからね。うちの旦那のおばあちゃんは、もうまずさ、クッキーから作り始めるよ。あ、いいな。ジンジャークッキーとかさ、食べたい。そう、シュガークッキーとかさ、バタークッキーとか全部違う感じのタイプのやつをバーって作り始めて、でさ、それをさ、クリスマスの日にボンって出すんだけど、でもなんだかんださ、
年越しまでそれがさ残るわけ、めっちゃ作るから、だから年越しのパーティーでもそれみんな食べてるけど、もうこれが私のお気に入りなんだよねって孫を食べるわけ、もう毎年毎年毎年作ってるレシピだから、だから私にもね、あの自分にあるんよ、あのマミーズシークレットフォーミュラっていうのがありました、私いいな、これをねファミリーでこうあの渡していけるようにあの作ってるんだけど、うん、あの還暦を終えた後のあのちょっとお金としてあのそのレシピもあの発売しようと思うからちょっと内緒なの、言ってるけどすごいお金についても言っちゃったから、でもおっかいねっつってたから、そう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 、あのリタイアした時のためのお金はそのレシピ本に払ってもらおうと思ってね、なるほど、そう、皆さんにサポートしていただいて、そう、でもそれは家族でコンテンツできるレシピの方もありますけど、そう、そうやってやったりとかさするじゃん、そうね、アメリカのクリスマスは結構ね、すごい気合が入ってるよね、なんかさ、うちの旦那のそのおばあちゃんがさ毎年自分家のクリスマスツリーねデコレーションするじゃんか、うん、でオーナメントとかさいっぱいつけるじゃない、うん、でそれでなんかあのちすっげえ小さいんだけどこんぐらいのさあのピクルスキュウリのさ漬物のオーナメントがあるわけ、うん、かわいいそれをさクリスマスのツリーのところにさつけるんよ、で毎年それを子供が一番初めに見つけた子がなんか商品をもらえるみたいなルールがあって、 うん、そうで、そのおばあちゃんがそれを飾った日に孫がバーって家に来て探すわけよ、うん、もう本当にもうどこだどこだどこだ、そうそうそうで見つけた子がそう、へ、商品もらえるっていうのをやってた、ね、それはファミリートラディションなんだ、そう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 、かわいいよねトラディションね、 うちはね、私はハワイに来てから別にいつもさ24日か25日の夜にさ友達の家でさ、うん、いつもこう大きいディナーをやってくれて、うん、だいたいそれに行くのがいつも定番になってるけど、うんうん、だからうち子供もいないしさ別に、うん、別にツリー飾ったりもしないし、プレゼント持ってく、あ、プレゼントはね持ってくね、あ、本当に、え、それはさその呼んでくれたその家族に一つ、それともその一人ずつに、結構一人一人、一人ずつに、かほちゃんも一人ずつ渡していくみたいな感じ、そうだね、あ、そうだよね、クリスマスプレゼントってそうだよね、そうでさ、なんかさこれローカルあるあるなのか分かんないけどさ、はいはいはい、クリスマスのバッグとあの中にペーパーを入れる花紙みたいな薄い紙で、あ、何それさ、バースデーパーティーとかにも入ってるやつ、そうそうそう、薄い紙あるじゃん、で、はいはい、こうギフトを中を隠してこう見えないようにしてな、開けるまで分かんないみたいな、うん、それさもうさ毎年さみんな同じことやってるからさ、リサイクルしない、リサイクルするよ、ね、キープしといて、とりあえずもう次の年にももう一回同じやつ使うとかさ、友達からもらったやつを取っといて、もう一回使いますみたいな、もうそんなんずっと一緒でね、そうだよね、もうなんかまたこれも同じやつ見たのかも、やっぱり覚えてんの、いや、やる側さ絶対覚えてねえだろうなって思うわけよ覚えてんだ、どっからもらったか分かんないけどなんか見たことある、見たことあるみたいな、そうそうそう、自分だけですからみたいな感じ、そう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 ある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 、あやたらワインのこの長いやつとかさ、うわこれ使い勝手悪って思うよね、あーそうだよねワイン用のこうギフトのクリスマスのなっけやつでしょう、使い勝手悪いって思う、いや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 、でも私も初めてクリスマスのその行った時にクリスマスのイブの日だからね、うんとプレゼントをさバーってもらったわけ、うん、でそれがさもうさ一人ずつか、マジか、おばあちゃんから、おばあちゃんおじいちゃんからもらう、うん、でアンティーからもらう、うん、でなんか子供たちがなんかものすごい量のプレゼントもらったわけ、うん、で自分その時20歳とかだよ、うん、なんかさすごいプレゼントって子供がもらうものだと思うじゃん、うん、だけどこんな大人でめっちゃプレゼントもらって、でなんかはあ、なんかなんだろう、なんか気持ちもめっちゃ高まってるし、うん、でもなんかなんかなんだろう、なんかいろんな気持ちがあった、嬉しいし、うん、多分日本人だからだよね、こんなにもらってどうしようとかさ、そうだね、いいのかなみたいなね、そう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 、多分アメリカ人ってめっちゃお金使ってんじゃないクリスマス、うん、みんな貯金するよな、うん、貯金してる人はクリスマス貯金とかしてるような、すごいよねあれね、うん、あとさ私一番最初にこっち来てびっくりしたのがさ、あのギフトレシート、あ、ゲシート、そうだね、あるね、そうギフトレシートって言ってレシートが入ってるのよ、そのギフトの中に物と一緒に、うん、で自分が好きじゃないものだったらそのお店に行ってリターンするとキャッシュがもらえる、うんうんうん、交換とかもね、そうそうそう、うん、あ、すっごい効率、さすがアメリカだなと思ったね、そうそう、好きじゃなかったら交換してねっていうね、日本人なんてそんなさ好きじゃないなんて言えなくない、もらったものでさ、ね、嫌いでもさ
あこれあんまり俺っぽく私っぽくないなとかなってもとりあえず取っといたりするじゃない。そうそうそう、なんかさあれじゃない、服とかあげるときにそのサイズのオプションを渡したいからとりあえずこのデザインのこれ買ったよ、そうかそうか、サイズ合わなかったら変えてきてね自分でみたいなものも入ってるよね。だからもう言ったらギフトカードみたいなもんだよね。もしこれ好きだったらキープしてもらっていいし、あそう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 、ダメだったらキャッシュもらったいなみたいな、そうそうそう、そんな感じだよね。そうそうそう、バッグだよね。うん、わかるわかる。あそれもあったね。それをバースデーパーティーでもやる。あそうだよね、子供のやつとかでも、うんうん、やるね、うん、面白いね。いやなんかさ、けどさクリスマスディナーの なんかあれとかないの、なんかこのさハプニングみたいな。クリスマスディナーのハプニング、クリスマスディナーとかさ、まあ、何でもいいけどさ、クリスマス中にあったことみたいな。昔の話でいくとさ、私小さい、はい、結構私長い間でサンタさんいるの信じてたのよ。あ出た出た、ドリーミーな子だったからね、私はね、うん、ずっとサンタさんいるって思ってて、うん、である日さ、まあ、お母さんとお父さんも結構ずっとアクティングしててくれたわけよ。そうだ、ね、別になんか、まあ、私も怖いから気が甘かったし、うん、まあ、ずっとなんかで、なんかクリスマス前とかになってくるとさ、コウちゃん何が欲しいの、うん、今年はサンタさんにって聞かれてた、うーんとか言うじゃん、うん、だけどその年は多分聞かれなかったんだよ私、うん、で多分親がこう私の言動とか、あこの子これ好きだろうなっていうもので多分こうあくれたのね、はいはいはい、でさ私めちゃくちゃクリスマスも楽しみすぎていつも夜もギリギリまで寝れないわけよ、うん、でパーンってなって朝もすんごい勢いで起きるわけ、うん、そうだね、もう6時半とかにパーンって起きてさ、yes. Yes.でもその年もめちゃくちゃ楽しみでさ、うん、パッて起きて朝枕元にギフトが置いてあるわけよ、うん、シャーッと思ってさ開けたわけよ、うんうん、中身ドンキーコンガ知ってる、ドンキーコンガ、ドンキーコングの音ゲームなわけよ、音楽の声さ、太鼓の達人みたいなやつのコンガバージョン、ドンキーコングだからコンガわかる、コンガこういうやつそれをこう任天堂キューブかなんかに繋いで、ドンキーコンガっていうオープニングでこのね、こうなんか太鼓の達人知ってる？わかるよ。こう音符みたいなのが流れてきて、それに合わせてこう叩くこうね、太鼓を叩くやつじゃない。それコンガだから私コンガ叩かなきゃいけないわけよ、こうやって。でそれに加えてドンキーコンガは拍手をね、はい、音で認識するってやつがあって、だからもうコンガ叩きつつってやらなきゃいけないの。忙しい。でも私全然嬉しくなかったわけよ、ドンキーコング全然欲しくね、正直な、でも欲しくないけど、うん、親もいるし、うん、ちょっとその時ねだんだんこう感づき始めてたわけ、あそっかそっかそっか、うん、ちょっとこれを楽しんでる姿見せないと悪いなって思って、あそっか、朝っぱらから任天堂キューブにつないでドンキーコングがいい、もうコングが叩きまくったわ朝から銀河鉄道39めっちゃ上手くなった。でもさクリスマスシーズンになるとさ、とあのトイストアとかさ、あのおもちゃ作る方もさ、うん、日本のおもちゃ作る方の会社の人たちさすごい頑張るじゃない。頑張るね、いろんなの出すじゃん、うん、ね、チラシもすげえしや、すごい、うわ懐かしい。私がどういう風にサンタさんかさ親が分かったっていうの聞く。あいいよ、あのね私も死んでてたよ、うん、うん、信じててさ、うちのさトラディショナルはさ、どういう風にあの親がクリエイトしたのか忘れたけど、多分さ欲しいものがあったら紙に書いて、うん、とさあクリスマスツリーのところに置いておけと、うんうん、またサンタさん取り来るからって毎年言われた。あ、それ効率いいね。いや、そうやって毎年言われたのね。だから、うん、となんかさチラシとかでさ見てさあ欲しいとか思ったのを、うんうん、書いて、もうその時はもうおかん分かってん何が欲しいか、うん、でも一応書くサイダーさんにって書いて、うん、折りたたんでさん、あのクリスマスツリーのところにこうやって刺しておくのよ。で1日ぐらい経つとまだ来ないわけ、2日もまだ来ないので、ちょっと時間経つと来るね、うん、でなくなってんの、はいはいはい、でうわ来たやべえみたいな感じじゃんやべえ来たぜみたいなさ、私はなくなってんだけどみたいな感じじゃん、うん、で、ある年ですよ。私、あの時何歳だったのかな、多分8歳とかそんぐらいじゃね、うん、でさ、おかんのさ、車のさ、後ろのシート、トランクあるじゃない、うん、あそこをなんか開けて、そしたらさ、毛布がかかってんのよ。あ、はいはい。毛布がかかってんの。で、別に自分の中で、あれ毛布なんでとか思わずに、それをさ、めくったけ。うんうん。そしたら、ごっついおもちゃが入ってて、はいはいはい、その時にもう全部点と点がこう結んだんだよ、ね、フラッシュバック、そう
全てが分かってしまったんだ。ズズズンってなったわけ。分かる？こうちょっと時間がかかって、うんうんうん、はぁじゃなくって、うん、もう、そういうことだったのか、みたいな。めっちゃ覚えてる。かわいそう。そうやって見つけたよ。そうなんだ。なんかこう、ふわふわっと分かった感じだった。そう、私はね、ふわふわっと、もう私も知りたくなかったし、うん、そっか。でもその手紙システムあったじゃん。私、ちっちゃい時に、サンタさんに手紙を書いたわけ、うん、幼きカホちゃんが、yes. かわいい、うん、5歳とかそんくらいだ多分、うん、かわいいね。ちっちゃい手紙サンタさん来てくれてありがとうみたいのを、うん、クリスマスの夜イブかなんかの夜に、うん、玄関に置いてる靴箱の上に置いといたわけよ、小さくこうやって畳んだやつをね、うんうんうん、したら次の日の朝になって多分誰も気づかなかったんだろうね俺一人として見落としてたまま見落としたまま、しかも開かずに、うん、開かないままお父さんが朝仕事行く前に、うわなんかこれカホこれなんだなんか置いたぞって言ってサンタさんの手紙みたいな。あサンタさんも取りに来なかったしもう誰にも読まれることなく、oh, no. めちゃくちゃ恥ずかしくてもうやめてって言って幼きカホちゃんかわいそうに、あかわいそうだね、忘れ去られたサンタさんへの手紙。でもさ、なんかほらうちらは信じてたじゃんサンタ、うん、でうちの子供たちにもいるよって言ってんの、うん、でもまあキャミーはね、多分9歳ぐらいの時かなにいないんでしょっていうわけ。あ言われたんだ。そうで、どうすんの、言われたからもうちょっとこっち来てとか言ってもう家の奥さん角っこに連れてってさヤンキーじゃん、セレラゲンみたいな、うん、なんて言ったのとか って言ったら、サンタってさいるのいないのみたいな感じで、うんうんうん、こうもうさこうそこでクエスチョンするんだったらもう分かってんじゃん。ああだから多分その雰囲気だと学校で聞いてきた感じなわけよ、うんまあ、だから学校で結局そういうことや、うん、学校でファインドアウトする子が大体そのほとんどなんだよ。だからその時にさ、うちのその、あの真ん中のフローレンスと一番下のエリソンがあのサンタがいないって分かるのはあんたからじゃないかねってその時にしっかり言った、うんうんうん、絶対言うなよって言って、うんうん、守ってる、未だに未だに守ってるよ、ね、たまにすっげー意地悪いして言いたくなりそうなんだけど、そうするともう私がもうズンみたいなわかる、もう目で殺すみたいな、怖い、わかる、そんな劇画みたいな目見たことないわ、怖い、目でもズンって言って、そうするとカチコチしてこうやってそうやばい、言いませんよってやってるけどね。そう面白いね、クリスマスか。そうでもなんかさ、なんか言わない、そのさクリスマスとかさ、あとなんか信じる系なんだ、まあ、イースターとかでもいいさ、イースターバニーとかね、そうそうそうとかもさ、まあ、結局さその裏を言うとさ、ほらビジネスをこう盛り上げるためにとかそういうために作られてるわけじゃん、物を売るためとかさ、うんね、年中の売れなかったものをクリスマスに売るためにその、うんうん、会社とかそのビジネス側がそういうセールとかをやり始めて、うん、それでもっと盛り上げるみたいなさ、うん、あるじゃん。だけどさ、それでね、私の友達でね、めちゃめちゃクリスチャンの子がいるんだけど、もう日曜日毎日チャーチに行って、うん、もうめっちゃ神様信じてる子なのね、うんうん、で彼女はもう自分の子供たちに言うんよ、うん、あのキリストはこの日にまず生まれてないしあ、ねうんうん、であのクリスマスとかそういうのも全部嘘だからねって言ってんの。本当に、うん、でもその小さい、めっちゃ子供小さい時にも言ってんの。だからうちはそういうの信じさせてないけど、でもクリスマスはもちろん祝うし、なんかそのパーティーとして祝うし、だけどその、ね、サンタクロースがうんぬんっていうのは違うよっていうのを伝えてるっていう家族もいるわけ。へー、そう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 、まあだからまあそれはそれでね、あの結局自分が信じることが自分の信じることじゃんね、うんうん、だから、まあ、自分私は自分の子には、まあいまあ、見つけるわけ。結局そのさ3年小学3年生4年生ぐらいだと学校で分かるんよ、うんうんうん、2年生3年生4年生ぐらいだと、そうだからそれはそれで、あ OK 分かっちゃったね、そうなんだよ、私がやってたんだよ、私たちだよみたいな、もう超ショックだけど、うん、言うけどさ、でもなんか自分はその時の言い訳としてはね、私は、うんうん、自分が小さかった時に自分の親がそういう風に教えてくれて、自分すごい楽しかったっていうわけで、だからやったんだよっていうけど、まあでも英語が入ってんのかね、まあでもわかる、英語だとしてもでも子供は結局楽しんでるよね。楽しい、でもねやっぱキャメロン辛そうだったね、分かった時、あ、まあ、分かった時なんで嘘ついたのっていう、すっげえ怒られた。嘘でも
わかるこのさ、この気持ちわかる、うん、このなんかさ、うん、そう言われてもねって感じで、そうなの、なんか私が未熟でこうしてきたのかなとかさ、でも悪いことじゃないしなとかさ、わかる、うんうんうん、でもそうやってさ、そういう風にクリスチャンの人でもそうやって育てる人もいるしなとかさ、うん、まあいろいろあるんだけど、切ないね、そう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 、まあでもマミは別に傷つけようと思ってやってたわけでもないしって言ってさ、うんうんうん、でもクリスマスは祝いよ、でもどう、俺クリスチャンじゃないじゃんみたいな、うん、とかさ。まあ、言うだけど、まあ、最終的にね、自分がいつも楽しいとかさ、ハッピーだとかさ、うん、そのモーメントでいいと思うの。そうだね。そう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 、だからあんまりほら、それで深入りして弾く人もいるけど、意味は何、うん、みたいなさ、分かる、うんうんうん、意味を示さないと何をするにもみたいなあるけど、うんうん、まあ楽しけいいんじゃないのっていう感じでやってるけど ね。私さ、カネオヘの方にさ、あのホームステイで住んでた時にさ、うん、そのホームステイ先の家族がクリスチャンだったわけよ、うん、でまあ結構サンデーとかにもチャーチに行くタイプの家族で、うん、私はまあ行ってなかったんだけど、うん、クリスマスぐらいは来なさいって言われてさ、うん、クリスマスの朝行くんだけど、ああなんかさ、初め教会って行ったことないと本当に分かんないじゃない、なんか何やんだろうみたいなさ、ねえねえ、お水あんの、こう入るところに、な、何それ、なんか入る手を清めるみたいな、いやいやいや、お水あるって聞いた、俺私行ったことないから、ね、その時はなかったかな。でもね、 あれやられたよ、このワインと レッドワインとピース・オブ・ブレッドみたいなやつで、うん、こうなんかたなんかもらってこう食べる、あ、意味があるんだ、そう、その宗教の話だから別に信じてる人はいいんだけど、うんうん、私その時にさ、結構さ、トラウマがあってさあのまあその前に、うん、あのなんかなんかの機会でその教会に行った時に、うん、私と同い年ぐらいの男の子がいたわけよ、はい、でもさ、その子すっごいこうナーディーなルックでね、うん、メガネゴリゴリにかけてて、うん、なんかまあ私のタイプではなかったわけ、完全に、oh, okay. Okay. でもうなんかどうでもよかったわけ、私は本当に、うん、でもさ、その子は結構まあ私のことが好きかって言ったら分かんないけど、多分こう気にしてくれて結構話しかけてきてくれててさ、うん、でなんかポケモン GO 当時やってたから、まあなんかポケモン GO の話とかしてて、多分その子が多分私がオタクだっていうのをこう見出してしまったんだよね、同じ匂いがする、オタクの電波出てる、そう、同じ匂いがするって思ってさ、でなんかわーっと思ってなんかこう電話番号を交換したのよ、うん、まあいいやと思って、え、なぜだったのその時、まあ、20歳超えてたよ多分、 OK でさ、大人で、うん、電話番号交換して、うん、なんかその後に結構連絡が来てたわけよ、 OK、でうわめんどくさいなと思ってあんまり返事とかもしなくてさ、はいはいはい、したらさ、なんかこうハロウィーンの夜かなかなんかにめっちゃ電話がかかってきたわけ、うん、めっちゃよ、もう30秒ごとにもうブーってきて、うわーって思って、まあ、とりあえず無視するんじゃめんどくさいなと思って、そしてまた30秒後にブーってかかってくるの、うわやっぱいやつじゃんと思って、また30秒後にブーってかかってきて、もうなんか 4、5 回ずっとかかってきて、うわやっべえやつだ、でもそこでさ、私はもう怖っって思っちゃったわけ、怖いよね、うん、うわやばいやつだって思って、うん、でまあさ、その男の子とは教会だったから教会に行ったら絶対いるっていうのは分かってるわけ私は、うん、でさ、その年のクリスマスよ、もうもちろん教会行くぞって言って、はいはい、断れなくってはって思って行ったら案の定行ってさ、もうだからそのハロウィンの時期から私は全部無視してるわけよ、うん、どうしたの、ね、なんか私はさ、うわいるって思ってさ、すっごい逃げてたわけ、うん、でさ、こう車最後その全部終わった後に、うん、駐車場で車が出てくるのをこうやって待ってたら、うん、その男の子が案の定来ちゃったわけよ、はい、へーみたいなって思ってさ、へー、来ちゃったって思って、イエス、で、なんか、あ、はい、イエス、イエスみたいになってさ、そしたらそのタイミングでちょうど車が降ってきたわけよ、うん、なんか、あ、じゃあ行かなきゃ、 I have to go, bye、って歩いてんだけど、うん、もうその横ずっとついてくるわけ、うん、うわやばいやつやと思ってさ、うん、で私のそのホームステイ先のアンティとアンクル車も乗ってるわけ、うん、で私はそこにバーって入ってってさ、うん、ドバーン閉めて、うん、でさ、アンティとアンクル的にはさ、うん、ああいうなんか結構チャイニーズ的系のローカルのおじちゃんとおばさんなわけ、うん、おせっかい焼きなのよあの人たちってね、あでさ、まあ、若い女の子がいて、まあそれでハワイに来たならあなた彼氏の一人ぐらいいいじゃないみたいな、そういうノリなわけよ、はい、でそもそもその連絡先、あ、そうよ、連絡先を交換したのも別に私が交換したかったわけじゃなくって、おそのアンティがもう持ってきちゃったわけよ確か、oh, no. なんかセットアップみたいなのしてきたわけよ、ああそういうことね、
そうでそれが元々の発端で、はい、でなんか私がさそんな男の子から逃げて焦って車に乗ってきてんのアンティが見てさなんかみたいなもうなんかそんなに意地張っちゃってみたいな感じだっけアンティもなんか違うんだよこのジャパニーズガールったらみたいな、うん、そんなに恥ずかしがらなくて冒険しなさいよみたいなね一人や二人いいじゃないみたいなみたいなノリでもう私もカチーンってきてさ、うん、もうなんかそっからもうずっと無言クリスマスなのに最悪と思ってもう、oh, no. っていうトラウマがありますねうわえその後はどうだったのでもその後はもう絶対会う機会はない絶対もう教会行ってないしもうブロックしたし怖いなんか酔っ払ったからこそめっちゃかけてきたんじゃないのいやでもね私と同じくらいよ若いよあの子多分21とか22とかよ、でもなんでさハロウィンの日にさそんな30秒おきにかけてくんのなんかね その日だけそのクリスマスでに一瞬会った時になんかあなんかこの前電話かけたんだけどみたいな確か言われたんだよねあなんか多分 その子も多分すっごいナーディーだからあ、まあ、なんかこうどんくらいの距離感で女の子に話したらいいかとかが分かんないタイプなの多分おそうなんだ、うん、あでも頑張ったんだね彼いやいやいやそんなポジティブに取らないでよ頑張ったのかもしれないけどさ今思えばね別になんかそんな男その子も別にほらなんて言うんだろう悪いことしようと思ってやったわけじゃないんだろうし、私ももうちょっとうまく振り回れたはずなんだけど、うん、当時は私もなんかうわって思ってた。超怖いよね。うわあ、そんなんだ、どんなんいたんだ。怖い。ね、私のさ、うん、あのなんだっけ、葬式みたいなディナーだった、クリスマスディナーだった。その話して。葬式みたいなクリスマスディナー。いいよ。OK、じゃあその年ですね、旦那の家族。あまた違う年だよ。で旦那君の家族のクリスマスパーティーに、行きましてですね、うんまあ、一緒の家にステイしてたっていうのもあるんだけどで、その日さ、ダックを焼く日だったわけクリスマスディナーにダック食うみたいな仲良くあんだけどあの家族ファダック好きなんて でもさ私もその時今日ダックなんだねって聞いた瞬間からもうダックって言ったらわーわーわーって空を飛んでられんじゃん、はいはいはい、あれがもう頭の中通ってもうそれ以外もなんかあれみたいな食いたく食いねえなみたいな、うん、だったらチキンがいいなっていう感じだったの、うんうんうん、でだけどダック食うってみんな盛り上がってんだよで言っときますけどもうちの旦那のお母さんはさベジタリアンなわけよ、はい、でお肉も料理はするけどなるべくこうさクックするようなこともなんかもう投げて塩かこしょうかけて終わりみたいな感じの肉の料理の仕方だし、うん、触りたくないからね彼女も、うん、だけど、まあ、そうなのそういうベジタリアンのねでそのダックの年を母ちゃんはもうそのダックなんだよ触りませんから私はっていう感じだったわけだから彼女は違うやつのクリスマスディナーとかは全部作ってたんだよでダック担当はそのお父さんの担当だったわけ、うん、でその年のねそのねディナーね何時間経ってもさディナーが出来上がんないのっていうのもダックがクックできねえから、うん、あのお父さんが担当してたんだけどなかなか料理が終わらずになんだかんだ8時ぐらいまで待ったんだよ、はあ、でさ、はあ、子供たちとかはさうちの旦那の妹とか弟とかはみんなさ腹空いてるわけよね、うん、でもなんか待ちなさいとダックを待てというわけではいじゃあやっと8時ぐらいになってさダックできましたってなったじゃん、うんうん、したらさおとんがさそれをさそのおかんのキッチンじゃんおかんのキッチンでこう切り始めるんだけど、はいはい、なんかさ料理はあのクックはできてたよそのダック自体火は通ってたんだけどほら中からさ血がわっさーって出てきたわけ、うん、肉汁みたいなねそうそうそれでねそれでねその、ベジタリアンママからするとまずそのさダックを料理するっていうことからもイライラしてるんだし、うん、で時間がかかったこともイライラしてるんだし、うん、それにプラスさおとんがこうやってダックをそのさ母ちゃんのキッチンで切り始めたら、うん、スル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 滑ってさダックがさだんだんさこうキッチンをさ動き回り始めたわけよキッチンの上をスルスル滑ってであ切れあしゅあ切れないギュッキュッみたいな感じで滑り始めてそしたらさそのダックのさ顔その体からさ血がわっさーって始めて、うん、そのベジタリアンママのキッチンがそのさダックの血で染まるわけよでそれをさおかんはさキッチンの端でさって何だから見てるわけ立ちもうずっと立ってね棒立ちで見てるの、うんうん、もう何もしないよ棒立ちで見てんのもうさもう血がをさもう沸騰しまくってるわけよ彼女の体の中では、うんうん、でそれで結局その日のクリスマスディナーはもう葬式みたい誰も喋らんねおかんバチギレだから、うんうんうん、でもおかんそこにいるよどかないよ、うん、絶対そこからどかないし、うん、私も一人で食べるとかないよ、うん、バチギレだけど存在を残すねバチギレのまんまで圧力を、ね、そうそうそうめっちゃ圧力
ね、で私たちみんなその空気読んでるからさ何も喋らない。もうさ怖い。カチカチってあのシルバーのさフォークとナイフの音がカチ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 言うんよ、うん、で私こんな性格だしさなんか気使って喋ろうかなとか思うんだけど、うんうん、もう何も言えない。怖いよ。何も言えない。ちょっと誰かあ何取ってくれるとかそういうのあるんだよ、うん、ちょっとパスミスソートみたいなさそれとかあるんだけどその後カチカチカチってそのシルバーの音があってで終わった日なんだけど一応さその日の夜にあのプレゼント交換する時だったから、うんうん、プレゼント交換してもらってさプレゼントもらったりとかしてでさ子供たちまだ小さかったからそのプレゼントバーって開けた時のラッピングペーパーあるじゃん、うん、あれがさもういろんなところに飛び交わってんだけど、うん、私は見たその日の夜おかんあのラッピングペーパーをこの蹴り散らしてたわけそのさシャーって、ね、あのママが足を蹴り上げてそのラッピングペーパーをバチバチーっと蹴ってるのを私は見てしまって怖いと思ったうっぷんが溜まってしまったんだね。そうくすろって思ってグーッとなったんだからね。そうそうそうよ。そんなクリスマスを経験したことがあります。怖いよ最悪だよ。いやでさ一回さクリスマスにさそのお母さんから直接プレゼントもらったことがあるんだけど、うんうん、それまださ結婚する前だったんだよね行ったの、うん、でそれでそのギフトでさあのなんだっけもらったのがあのなんかすんげえセクシーなさ赤いランジュレイだったわけ。わかる？そんなのくれる人いいの？でさクリスマスそうこうやってパーって開けた時にそれ入ってたから戻したりとりあえず、うん、でおかん見るじゃん。あの人さ私のこと見てないんだよ、うん、でもママ的に開けたなはははははみたいな感じなわけ、うんうんうん、だけど私はこれはどういうメッセージとして取ればいいのかな、うん、早く孫欲しいよなのか、うん、それか何わんさかやってんのかいなのか分からんけど、分からんけどそういう会話しないママだったしね、うんうん、それだから直子さんはこのメッセージは何だったんだろう。その後旦那にすぐさ、ね、見てこれこれどういうことどうしたらいいのママ何も言ってこんしって言って、うんうんうん、言ってきてくれた方がまだいいよね。さあ赤いやつ入れちゃったって、ね、そうもうさ私も開けたところでさ何これとか言えばいいよ、ね、スッて戻したところだからねもうタイミングがねもう一回アクトするわけにもいかないし、そうだからお尻の後ろあたりに隠したぐらいにしてさ。そうだよ。いやクリスマスはドラマが起きますね。クリスマスいろいろ起きるよ。家族が集まる。家族っていうのは絶対ほらドラマが起こるじゃない。あるある。そうでもあれですから聖なるあれですからうちの娘そのクリスマスのね、23日生まれてんの。あそうなんだ。イブの前日に生まれてんの。へー。そのさ年よ。フローレンス妊娠した年クリスマスの時期に、ね、生まれてくるってなっててさ、うん、なんか操作するじゃんか、うんうんうん、で結局彼女が生まれたのが23日だったんだけどさ、うん、その年さ、本物のクリスマスツリー生きてるやつを切ってね、うん、ニュージャージー住んでた時とかってそのクリスマスツリーはさもうフェイクのやつ買わないで本物のやつを切りに行ってたの、うん、でだからさ匂いとか楽しんだりさ、うん、毎日お水あげないと枯れちゃうからそういうの楽しんでたわけ、うん、でその年その本物のクリスマスツリー家にあったんだけど、うん、はいかあのイブの近くなってきました、はい陣痛来ましたね、うんうん、行かなきゃみたいになって行ったじゃんか、うん、でそれでクリスマスなんだかんだであの子未熟児で生まれてるから。あそうなんだ、うん、ちょっと長くホテルじゃないや、その病院にステイしてたのね、うんうん、でもうクリスマスイブとかも終わって全然後になんだかんだやっと家帰ったわけよ、うん、そしたらさクリスマスツリーってさ緑じゃん抹茶っちゃでさしかもさ全部あの綺麗な葉っぱたちが全部下に落ちててガッサガサになってた。超ミスラボーじゃん。そうでその横にあの風船があっててウェルカムっていう風船あの悲しい小さいクマがこう赤ちゃんみたいな感じになってる風船が乗っかっててああ悲しい片付けなきゃだなって思った出産後すぐ悲しいね。うん懐かしい。そうか家を開けてたからね。さあクリスマスはいいねよくいいよいいよ皆さん、ね、どういう風に過ごすのクリスマスね。ねえ子供友達と過ごすの彼氏と過ごすの。あ私すっごいバカなことやったことあるよ昔。何やったアグイスウェーターを作ろうって友達と集まってた。ああるねアメリカじゃんそれめっちゃ。そう安い赤いセーターみたいな買って。そうめっちゃクリスマスのなんかサンタでもいいしトナカイでもいいし何でもいい。とりあえずなんか超ブッサイクなあのセーターをね着てパーティーしようぜっていうのみんなやるんだよね。そうオフィスとかでもね。そう、うん、あれを作った思い出がありますね。あ作ったの一から。
あでもね、あのね、ちゃんとしたスウェーターじゃないよ。なんかただのこうなんていうの、フリースみたいな赤いやつにさ、うん、ただこうなんかデコレーションつけただけで。あ楽しい。学生の時はそんなこともやりましたね。クリスマスだもん、やらないと。もう盛り上がり方がもう本当に。今年のギフトはもう買いました？買ってないです。まだですか？そうだね。今年はまだ買ってないね。でもさ、大体結構あれじゃない？あ、なんかブラックフライデーで買おうや多いじゃん、ね、うん、セールになってから買って、うん、でも私は思うね、ブラックフライデーで子供のプレゼント買うじゃん、どこ隠すんって感じ。あ、そう、ね、隠すとこは本当ね、あの毎年 の、 あのミッションよね。そうだよね、ドキドキする。あなただって子供たち結構タッチするでしょ。するよ。そうだよ。どこ隠すの？ね、ある年は自分たちのクローゼットの上の方に隠したりとかさ、 ある年はなんかあのなんだっけ、ゲストルームのクローゼットのところの奥にこう置いたりとか、ね、あとちょっと散らしたりとかね、あ1個にボーンとかたくさん置いとくとバレちゃうから散らしたりとかいろいろしてるけど、うん、いやー、みんなどうやってんの、どうやって隠してんの。本当だね、うん、うちのお母みたいに車の中、まあ、でも車の中は確かにスマートだと思うよ。車の中スマートだよね、うん、見つけたけどな俺、まあ、だってほら基本的に子供はもうシートにしか座んないからね。そう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 、そうなんけ、布団かけたぐらいにしてさ、うん、そうじゃんね、よくやって、まあまあんな感じで毎年隠してたんじゃないのママは。そう、あ、私さ今年さクリスマスギフトももらったの。え、もうもらったの、もうもらったの。聞きたい何か。 Yes、 アース・ウィンド・ファイアのコンサート。誰？アース・ウィンド・アース・ウィンド・ファイア。わかんない。ダーベラーって、ダーベラーって、セプテンバーとか歌ってるじゃん。 Do you remember? そうそうそう、あれ、あ、生きてんの？その人たちも。あのね、グループでなんかね、生きてる人が結構もう少ないんだけど、ああ、でもまだ一応活動しててさ、多分こう誰かこうフィルしてんだろうね、そのポジションの人が。で、あそこの。ハワイに来んの？来んのよ。え、いつ来んの？いつだったっけ？あ、そのチケットはそのギフトとしてもらったけど、日にちは全然違うでしょ？ 12 月かな、でも。あ、そうなんだ。いいじゃん。そうそうそう。え、そうなんだ。そう。これさ、あのもうクリスマスの時期だから出てるから言うけどさ、私は日本にいるじゃない、その時。ああ、そっかそっか、その時にはいいのか。そう、もう子供たちにもそのクリスマスプレゼントとかは全部その日本に行くのがあれだよって言ってるわけ。あ、そうなんだ。そこでさ、彼らの中でさ、あれ、サンタのクリスマスプレゼントはどこで、サンタさんはってなるわけよ、うん、で、私もなんかその時パニックってさ、あ、家に来てると思うでみたいな感じで言ったんだけど、うんうん、多分まあ全然変更は可能だから、あ、家に、ハワイの家の方に来てるかと思ったらこっちに来たねみたいな感じでやろうかな。日本の方が安いしね、だってプレゼント買うにも。 なんだけどさ、持って帰るのがめんどいか、難関なのがそうなわけよ。あのスーツケースの数とね、とかいろいろあるからさ、それなんだよね。でも2222いけるでしょ、うん、とか2個 10個いけんじゃない、あんたたち。いや、でもほらそんな汚染じゃん、汚せないね、うん、だから多分大きいの3つとか、うん、でキャメロン1個押す、私1個押す、旦那1個押す、うん、旦那2個の、私子供2人連れるみたいな。あ、そうだね、多分そんな感じじゃない、うん、になると思うんだけど。そうそうそうだね。クリスマスディナー何が好き？噛んだな。クリスマスディナーさ、あのクランベリーソース見たときびっくりしんかった。うわ、びっくりした。こんな甘いのかけんかって思ったわ。クリスマスディナーに、はい、クランベリーソースあります。何？肉にかける。それがね。ハムちゃんに？ね、それがね、美味しいんですわ。麺だって。なこの甘いのとしょっぱいの。しかもこのハムさ。また来た。ハムさ。もうスイッチピンって入ってるからでもね。引っ張る。あのさ。ハムにさ、パイナップル、焼くとき、パイナップルのせん？知らん。このさ、OK、ハムがありますね。こんぐらいの大きいハムよ、OK？ 今か、いつも買ってくるの、ハム。あ、買ってくる、買ってくる、うん。で、そこにさ、爪楊枝みたいなの刺して、そこに、あの、要はキャンで売ってる、うん、甘いやつね。パイナップルみたいなのあるでしょ？あれをふっかけんねんな。うん、で、それいろんなとこふっかけんね、うん。そしたら、その、パイナップルのこの甘い風味とあれがそのハムにそのオーブンで焼いてる間にこう入ってくんよ。お腹空いちゃった。もちろんグリーンビーンズ食べたいでしょ。食べたい。グリーンビーンズは食べたい。私ラムが好き。食べたい。
ラム肉食べたいクリスマス。でクリスマスディナーとかってなんかお祝いとかで旦那と行くんであればラム。いいね。もういいね。もうラムラムラムって私日本であまり食べたことなかったんだけどさ、結構美味しいよね。うまい、うまい、かま。まあ、料理の仕方でも結構ほら私自分でやった時と結構臭みとか残っちゃったんだけど。あ本当。うん、だから料理の仕方は大事だけどね。うまい。もうさ、お肉がほらクリスマスディナーってほら何かしらこのなんか肉があるじゃない、うん、メインで、でポテトマッシュポテトなのかベイクドなのか。うわー、私どっちも好き、どっちも好きだけどどっちもうまい、どっちもうまいけどちょっとね今はグリルな感じがする。あ本当、私はマッシュ、ベイクかな、マッシュかなと思うね。マッシュうまいんで、なんて言ったってバター入ってっから。それな、そりゃそうよ、それな、うまいに決まってんじゃん。なんかこう乗せれじゃん、乗せれるじゃん、ね、うん、そうね、ご飯みたいにね。 Yes、 こうお肉に乗せるとかさ、なんかと一緒にこう乗せてとかね。私好きなんだよなポテト系、うまいって、ポテト系うまいって。そう、それでさ緑欲しいよ、緑の。あれ私あのちっちゃいちっちゃいキャベツみたいなの好き。イエース、あれうまいよな、甘みあってうまいよな。あれなんていうの、わからん、ちっちゃいキャベツ。わかるわかる、毎回料理するけど、あの名前わからない。いやいやいや、そうそうそう、普通のたださ、オリーブオイルさ散らしてさ、そう、塩コショウでしょ、そう、オーブンで焼くのでもいいよな、ベイクドのやつも、あれも全然うまいよ、うまい。だし、あのもうインゲンさんよ、グリーンビーンズ、あんたどうやって今年は料理してやろうかなっていう、わかる。そんなにバラエティやんの。そうよ、あの煮るのか、ベイクドするのか。ベイクがいいんじゃない、ベイクいいよな、ちょっとベーコン散らして、うん、あ、うまっ。緑はそれね。あと何あるっけ。ちょっとサンクスギビングって私頭の中混じってる感じがあるけど、あ、そうだね、サンクスギビングはそうだよね、七面鳥というターキーさんですもんね。じゃあ俺ターキー嫌いなんよ。うわー、ターキーはねよくわからんて。ターキーはようわからんのよ。まずさ、あれ生きてる時の見てびっくりするよねあれね。うん、で、あーと思うと思う。私はなんかあの匂いがあんまり私好きくないな。ターキーはねようわからんのよ。あの多分上手い人がちゃんとやってやったら、あ、私あのスタッフィングが好きよ、中のあのブレッドみたいなやつ。あ、本当？うん。でもねちょっとターキーって臭みあるよね。ある。ある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 。でさ、あのターキーネック出してくるとこない？何それ分からんわ。ちょっとダークミートなのよ、ターキーの首の部分の肉。うん、もう私意味が分からんと思う。あー、そっか、謎に満ちてるよね。あのターキーのこのここのこう顎についてるピロピロが怖いもん。もだからもうさ、それだからさ、私はもううちはターキー食べないお家だから、だからあのいつも何作るの。だからサンクスギビングもチキンの丸焼きです。あのがいいよね、の2個ぐらい。チキンいつもどこで買ってくるの。まあ、カスコね、コストコですね、うん、もう焼けてないやつ。あ、そうだよ、あのもう染みらせるよ、マリネーから行くから。あ、自分でね、はい、うん、塩水何キロリットルみたいなやつ。本当にそうつけんだね。あ、そんなやるんだ。今年はいけたっていう時と、今年塩っぽかったなっていう時と。あ、つけるんだ毎年。そう 2日前ぐらいからつけるんよ。うん、前日か2日前とか。そうか、あ、まあそうだよね、確かに。そうそうそう、でオーブンで焼くねんな、低い温度で何時間も。うわ、すんごい電気代かかんない。あ、かかるかもしれない。でもね、あのそのクリスマスとかもそうだし、サンクスギビングもそうだけど、もうさ朝から料理すんの、うん、私地になったことあるからね朝から一日中キッチンに立っててさ、うん、地になったことあるよ。それ本当にそれが原因。もうずっと立ってっから、わかる、このさ重力のかけ方といい、うんうんうん、お尻に負担がかかってしまったんね。そうだからもう本当にあれよ、大変よ。だからね、うん、クリスマスディナーもね、あのやっぱりスプリットして、そのうちのほら旦那のグランマとか4日前とかから始めるからさ、準備を。すごいよね、そうやってやれば別にもう当日になったら焼くだけ、切るだけ、うん、ね、オーブンに入れるだけとかってやってばいいんだけど、全部その年とかやったからもうっていう。お尻に来てしまったんだ。なるよなるよ。でデザートは何が好き？うわー、いやだからさ、クリスマスってさ、デザート何出る？アップルタルトみたいなのとか。あ、そういうこと？
やだし、ほら日本ってさ、ほらケーキがあるじゃん。それもなんかこう一個のクリスマスケーキね、イベントみたいな感じじゃない。クリスマスケーキ買え、うん、買いましたかみたいな。富士屋でね。そう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 。ね、チョコレートにしますか、うん、ね、普通のストロベリーですか、うん、みたいなやるじゃん、うん、で、あとなんだっけ、この木のさ巻いてあるようなやつ、あ、はいはいはい、あのあれね、でかい小枝みたいな、なんていうの、こう切り株みたいなやつ、そうそう、どれだけ切り株に見せれるか、多分学校でやったで、あ、本当に、うん、名前忘れた、なんていう名前か忘れたけど、うん、ブッシュドノエルみたいなじゃない、あ、そう、そんな感じだったと思う、うん、なんか日本独特だよね、あのクリスマスにあれをやるみたいなのあるじゃん、そう、ね、そうそうそう、え、あのさ、クリスマスの時期にさ、コスコによくさ置いてある、多分イタリアとかのあれかな、こうちょっとドライな感じのケーキみたいなやつでさ、うん、中にさ、キャン、あのちょっと甘いさ、ドライフルーツみたいなのが入ってる、あ、なんか言ってることあるかも、白い粉のかかってる、あー、わかんないな、あれなんて言うんだろう、なんかラム酒入ってるやつ、そういうやつ、あー、あれめっちゃうまいね、あ、そうなの、めっちゃうまい、あ、本当、めっちゃうまい、試してみよう、でもね、もともとなんかそんなにモイスチャーとないわけよ、もともと中が多分、あ、ドライなの、結構ドライ系のやつ、うんうんうん、うまいんだあれ、うまいんだあれ、うーん、そう、お腹空いちゃった、クリスマスはね、なんかほら、あら、エッグノックとかあんじゃん、好き、うわ、エッグノックってさ、好き、びっくりしたけどね、私最近卵入れんって、初め見た時びっくりした、でもなんかほら進めてきたおじいちゃんおばあちゃんとかはさ、もうさ、それこ小さい時からさ、クリスマスシーズンになると飲んでるからさ、うん、普通なん、うん、で、私が一番初めに勧められた時はね、アルコールと混ぜてたの、ああ、そうよね、うん、美味しい、美味しかった、うん、なんかすっごい濃厚な、なんて言ったらいい、ちょっとクリームっぽい感じの味よね、カスタード、カスタード、そう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 、うん、な飲み物、エッグノックって、うん、スーパー行くとね、今の時期っていうか、まあ、そう、クリスマスに向けてみんな出してるけどね、そうね、あんま好きくないわな、だよね、別に好んで飲むんじゃないよ、ね、ほんとカスタードじゃない、うん、リクエットカスタードみたいな感じしない、なんかさ、一瞬さ飲んでる途中にその卵のさ、生卵の映像が頭の中に入ってそうそうそう、通るんで、そうスンって通るダックみたいな、わーそうそうわーエーグみたいな感じで通るでしょそう、で、その香りがちょっと彷彿されてくんだよね、なんかあの卵かけご飯を食べた時の匂いが一瞬ちょっと、あ、違うってなるよね、あってなる、わかるわかるわかる、いや、クリスマスディナー私大好きだわね、私でもさ、やっぱさ、年末にかけてアメリカってそのディナー会が増えてくる、サンクスギビング、クリスマス、年末年始もそうじゃない、そうだね、いや楽しいよね、楽しい楽しい、私なんか美容の専門学校行った時に気合い入れてお寿司作ってあげたの、あ、そうなんだ、学校に巻き寿司だよ、うんうん、でもいろんな野菜中に入れてさ、うん、だけども全部なくなったよね、すごいよね、持ってった時人気だった、お寿司人気だったね、なんかそういうのさ、やっぱみんなさ、ポットラックみたいな感じで、まあ、ご飯とか招待されて持ってくじゃんね、うん、私もよく巻き寿司やる、あ、本当に、うん、もうなんか結構量できんじゃんね、あれさーってやっちゃうから、そうだね、そうそうそう、みんな好きだよね、なんだかんだお寿司ね、寿司酢みたいな、寿司、うん、そうそうそう、飯、ま、サーモン入れたけど大丈夫みたいな、サーモン、そうそう、うちのキャメラもサーモン大好きだから、うんうん、今年のクリスマスももうお寿司だよね、だからだんだん結構ね、あれだな、メニューが変わってきてるね、なんか割と結構毎年決まったな感じだったんだけど、うん、もう、ま、毎年寿司は出してたんだけどさ、もう握りになってきてるから、だんだんもう職人じゃん、もう握りじゃん、そのうちもうクリスマスにここだけ白い帽子こういうのつけてんじゃない、軍艦みたいなやつ寿司職人がつけてるやつ寿司蔵行くと中に入れてるんでさ、いらっしゃいみたいな感じでね、でも本当このスピードでやらんとあのクリスマス終わりませんか、前日作れるものじゃねえからね、これそうだね、フレッシュじゃないとダメですから、そうだから寿司作ってチキン焼いてクククって感じよね、うん、そんな感じですか、そうですよ、そんな感じですね、あと5分とかなんで、はい、はい、クリスマス皆さん楽しんでよ、そうだね、うん、どうやって過ごすの、彼氏とホテル取ったのお前またそれだからおせっかいアンティじゃないかよ、おせっかいダメだ、これ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 ダメなやつや、カットしないよ意地悪だね違うの、ホテルとってホテルのディナー行くのっていう意味で言おうと思ったんだけど、言ってる時にすげえスケベだな私自分と思って言っちゃったの、ごめんなさい、下心みたいな、そう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 、なるほどね、はい、ということで、うん、家族で楽しんでくださいね、そうですね、今年もメリークリスマスということで、そうですよ皆さん、ハッピーホリデー、安全にね過ごしてくださいよ、はい、はい、それでは締めますか、はい、行きましょう、私たちは Apple Podcast、 Google Podcast、 Spotify
あとはアンカー、アマゾン、アンカー、アンカー、すごい、ここも私たちフォーマット持ってんの。ビジビジということで、はい、まあいろいろなところで聞けるのでぜひ、あと YouTube もね、もちろん動画付きでここでやってるので、そうですね、はい、まあ好きなところで聞いてください、はい、仕事の合間か、クリスマスのディナーに行く途中か、おクリスマスの料理作ってる途中か、おおいいんじゃない、いいんじゃない、気持ち盛り上げてこうじゃん、こうじゃん、こうじゃん、あれマライアキャリー歌わないで大丈夫、最後、ああわからねえ、なんだっけ、ドゥルンドゥルンドゥルンか、何何、あ、そうだね。My home was a place so special. Okay. はい、ということで、はい、今年もありがとうございます。今年もじゃないけど、今年のクリスマスね。はい、はい、まだまだ今年あと行ってこの後に2回ぐらい上がるんじゃない ？1 回か、クリスマスの後はね。そうね。うん。ということでまた楽しみにしててくださいな。はい、それではありがとうございました。せーの、おやすみなさい。